これからすぐにあの異音は皆さんにお聞かせしますから、楽しみに、お楽しみに。よし、さてじゃあ異音タイム行きましょうか。あー、1時間以上もここにいるとは。10センチ、あ、ちょっと今この状態で落とすと前輪だけならしない。いや、こんな音です。あとなんかちょっと触れるんだよな。チタンフレームです。スモトまだまだ30キロぐらいですかね。あ、スモトまでの距離調べよう。割れてますかね。スモトまではプリンスホテルまでの距離を、ここへの道順を検索。あ、ダメだ、国道の方行ってしまうから25キロってことは30キロ以上あるか。1時間10キロで40キロで行けるかな。35キロか。まあ4時間ってとこですかね。エアサスじゃなくて油サスです。油サス。iPhone のルート検索、中継地点が指定できるといいんですけどね。30キロ、いや普通でしょう。行き先あります、あります。自転車どうすっかな。で、全然距離進んでないのに。あ、次中に、あ、ここから左だ、危ない。行くわけじゃない。どう、この風踏み込むのと、あのフレームをねじるのに合わせて音が鳴ってると思います。あ、よいしょ。あ、こう、うわ、あー、あ、ペダルから鳴ってる感じではないです。あ、のさっきこの道、こ、さっきもこうだったよな。今こう、あ、あ、宿を取れました。淡路第2プリンスホテル5,250円。はあ、風強いっす。はあ、35キロ。点検、いや、いろいろやったんですけどね。この風勘弁。気温は、あ、チェックイン何時ですかね。夜10時とかは平気ですよね。昨日の夕方からこの音はしちゃいました。ちょうど放送が終わった後から。じゃあ、17キロ無理。24時か。今ここちょっと待ってください。あれ、全然そんなに止まったら風ないように、そんな風じゃないのにな。あれ、まずじゃあアプリ立ち上げ直します。文字には、いや、平均時速とか全然計算せず、僕の経験からだけ言ってますけど、残り35キロ、山、途中、北の山ありだと、アベレージ10キロも出ないと思いましたと。あ、沢田岡。連休ですからね。人が多いのかな。あ、交差点からぐるぐる回ってますね。
ちょっと9メートル。あと山越えが、山ってほどじゃないけど100メートルか200メートルぐらいのが2つ3つあるはず。収まった風が。日没までになんとかってところですかね。おじいさんにどんと来い。爪痕はもう見当たらないですね。ドグシャンはいい感じだと思いますね。疲れた。ここまでが妙になんか疲れてる感じがするな。あと坂が、まあ、荷物は今回多いんだけど、イノブタ等の放獣禁止。夕立ちだったら困るな。一応雨装備あるんで、放送機材がどうなるかわからないけど、ミシミシ言ってます。朝からこれは皆さんに指摘していただいて、できる限りの増し締めなりなんなりやってみたんですけどね。そうやってる平地はそうでもないですけどね、上りほどの深いなってくると結構来ますね。よし、これでようやく進んだ。昼ご飯食べに戻って、で宿探し1時間かかって、自転車輪行するみたいにバラしてみるとかどうよ。のどかだな。自転車輪行するみたいにバラすとなんでしょう。何にしてもちゃんと比較的フロントは比較、そうですよね。私もそう思います。なんか雨来そうな天気には見えます。今ここはサーバーがダメみたいです。そう、風呂も入れる。昔桃太郎、今桃太郎って何あれ。ってことは、玉ねぎすごい高さ積んであるな、あれ玉ねぎ。もう40ゴルノ見つかれました。ああ。桃太郎。桃太郎。桃太郎。疲れとけ。桃太郎。疲れる。玉ねぎといえば渡り色。今ここ渡り色。3分で。あの登りか。あれ登っていくんだな。いや、あっちに入っていけば少しは風が、の息を受けなくなるはず。なんかあの坂道はずっと坂道じゃなくて、登って平坦を繰り返してるな。土絞りですか。写真撮るのも疲れました。うん。あ、そう、写真またしばらく撮ってないな。あ、山登り。気温湿度は、湿度は高い。気温も高め。この声は、音は、セミか。いや、セミの音にしては規則的すぎるかな。おう。オレンジ層。面白いこと。宿が取れなかったこと、なかなか。なんだろう、この音。止まったのは、どれが止まったんだろう。これ通信速度ですね。先に進む。前にお茶飲む。プトプト。お礼言ったんだから、カクカクだよ。トントン。ネットのつながらない環境です。爆薬かよ。トマト。トメイト。セミか。これセミの音なのかな。声なのかな。ちょっとなんか水が流れる音にも聞こえるけど、溝が、配管の中を水が流れるような音にも聞こえるけど、電波頑張れ。セミかな。この時期の田舎は天気そうでで、ヤブカリとかいろいろ大変。あ、ヤブカリ。電波弱った。電波の届きにくいところ。電波頑張れ。電波先生。
登りに、これはどんだけの登りだったかな。最大でも200、標高200までしか登らないはず。とか設備投資しなさいよ。あ、セミなのかな、これやっぱ。無機的な鳴き声してるな、このセミ。山が多いから仕方ない。山全体が鳴ってるように聞こえる。スクラン上位は危険。あ、やっぱりセミの声だこれ。あれ？登りは確かこの後も登るよな。来ました。あともうそろそろ延長ですね。もう延長処理できるかな。環境っていうか電波状況かな。ふう、延長。リアハブとリリースの間を掃除して締め直してみた。リアはリアから音はしてないように思うんですけどね。あ、今電波来てますね。30分延長しました。よし、ふう、今これ来てますね。うわ、なんかすごく雨降りそうな感じ。まあちょっと気持ちいいかもしれない、今降られたら。延長確認。クランク、延長代の淡路島は松下幸之助の嫁の実家があります。嫁の実家、すごいな、嫁さんの実家の話まで松下さんは。でもそうか、それ関係の自転車乗って走ってきてるわけだから、関係なくもないような気がしないでもない。日本の海外だとどうなんですかね。すごいな、この辺りセミの声が。どこまで行っても山が鳴き続けてる。あ、米流れるみたいですね。うん。今延長できたよな。乗らないようにするのは確か小麦でやりゃいいんでしょうけど。小麦もな、小麦にするのはな。これでかいですね、この池は。あのため池、あとため池って必ずハスなのかな、なのか葉っぱで覆われてる。確か右手にジュースの自販機が見えたら登り終了。ジュースの自販機、よくご存知で了解です。それ終わったら外、あの海に向かって下りですね。筆記風。お、またアオサギだ。カナダの内陸にはセミはいません。内陸には、あとなんだっけ、ソスゼミってのがいますよね。アメリカの方なのか日本にもいるのか知らないけど、現在地は左下の方、淡路島の。暑そうです。お、いらっしゃいませ。パピオン、泣き続けている。素敵だな。まあ素敵。私はフロントのフォークあたりだと思うんですけどね、サスペンションか。フレームにどうにかなってたらちょっとやばい。フレームがどうにかなってたら。逆回りなんだね。そう、逆回りです。初日を楽にしちゃったんで。オフ、オートフォーカスのまんまです。あ、オートフォーカス。今のカスはカとスの間に何か入れないと NG されますよね。運営の NG コメントとして。ヘラクレスオオカブトとつかめてください。ヘラクレスオオカブトは昨日、一昨日か。素数は
確か7年ゼミとか11年とか13年ゼミがいるんだったっけ。でそうやって確か大発生する年がそういう周期にしとくと、他の2年とか3年とかの周期の他の敵対する生き物と生き物とその大発生の年、大発生かなの年が合わないことによって、どこかの年で必ず敵がいない状態で繁殖できるので、それで素数ゼミが生き残ったんじゃないかっていう説がありますね。淡路島に雨雲なし、まあ、それか素数年周期のセミだけが生き残って結果的そうなったのか。降りそう、すごく降りそうなんですが、暗くなってきました。7年殺しじゃないんだっけ、あれは。どうだろう、雨が降るエリア近くにあるのか。ちょっと X バンド、でも X バンドってそんな全面的に参考になるわけでもないんですよね。どうだ、読み込み中。ちょい苦しいか。キャンプするの？キャンプになる可能性もあります。あ、ないない、降ってるエリアない。一応ちょっと安心した。複素数っていうのは、複素数って虚数が入ったやつでしたっけ。複素数、素数と複素数は全然別じゃないかな。スタンフレームが壊れたりするのかな。まあ、するんだろうけど、私程度の使い方で。何もあります？今見たら見つからなかった。南団長かな。その文字列は途中で見たけど、今その中にいるかどうかはちょっとわかんないです。そうか、今ここ出てないからな、今ここサードが死んでるらしいから。地名のヒントになるものはパラダイス。降らないですよね。もちろんそうですよね。これはなんか伝承菊みたいな施設だけど、菊じゃないの。万歳さん、どこですか。マウント万歳。灘地。あ、バス停があったから多分地名わかる。チリ道、チリ地。水仙号っていうのは渦潮号っていうバスが走ってるみたいですね。1日に4本ぐらい。渦潮号は1日に1本だ。水仙号は1日に3本か4本。上り4本、下り3本。でも小さい字で条件が書いてあるからもっと少ないのかもしれない。あ、ヘビ。ヘビが潰されてた。先日の大雨の時、最近スロードで一人ショーシャンクやらかし、一人何、ショーシャンク。あ、自販機見えてきた。じゃあ、あの先の青看板で終わりか。アトムが使えない？あ、ATM か。お蝉の声が。あ、火星人か。マーズピープルですね。そんなあなたにおすすめのゲームは、メタルスラッグ。ここ、ああ、どうだろう。でも少なくとも100人とかが同時にアクセスしたら全然ダメだと思います。血の字ですか？あれ、のだっけ？りじゃなくて。血の字って書いてありました、今。チリじゃなくて。血のか。
いやこれ降るでしょ、この天気とこの暗さはこれ降るでしょ、降るでしょ。まだ全然ポツリとも来てないけど、こりゃ降ると思うな。で、GoPro がむき出したからやばいな、一番。自転車、はい。練習率がおかしくなった。練習率。前取りでどうにかなりゃいいんだけどな。問題は今こう。で、自販機過ぎてもまだ登ってるってことはさっきのじゃないのか。峠車屋風の、あー、海が、ね、これがだいたい標高100弱の登りだったのかな。電子機に、あと GoPro、いらっしゃいませ。 GoPro を雨装備すると急に重くなって、なのでパラッと来たらで、近くに逃げ場所がなかったらとりあえず GoPro だけ隠そう。今日のご飯は洲本のどっかの食べ物屋さんで食べることになるわけですが、どうしようかな。もう少しで下りか。一時的に音声配信ですね。あ、音声配信。いらっしゃいませ。海沿いでたらどうだろうな、電波は。お、ん？あれ荷物がいっぱいあるのかな。あ、こんにちは。あ、バッグを用意しとってんのか。こんにちは。あった、自販機あれか。ヘビーマシンガン。自転車の人が休憩してる。ご夫婦かな。大丈夫ですかね。今日も湿度 90% ご夫婦だ。ここから下りですね。あ、空気冷たくなったら結構涼しいと思う今。壁掛け時計。じゃあ森崎かりんさんってこれ人の家の看板かな。泳げたい焼き君みたいなのとワンコが、あ、今日はあの洲本の市街地のホテルに泊まります。1時間かけてやっと取れました。ホテルに持ち込みません。私は自転車にそんなに甘くはない。甘くはないぞ。徳島で、ああ、近いな。あ、ちょっと明るくなってきた。ハンガーノックはそれっぽい。あれ、まだ下りきてないぞ。あれ、ハンガーノックっぽい症状になったことはありますけど、あーのー、こんにちは。うわー、謎のパラダイス。こんにちは。あ、503。503ってことは、なんだっけ、スクリプトエラーだっけ。そうですね。雨雲は今四国。蒸し暑、あ、四国。うるさすぎ。セミ天目。あ、セミ天。立川峠っていうと、私がこの行こうとしてる方ではない方なのかな。ふぅ。ああ、結構、波が白い。激圧の晴天。下ってなかった、まだ。あ、食べた方が、まあ弁当を食ったんで、あとは飲み物が足りなくなるかどうかですね。こんにちは。20キロ後が立川峠なんですかね。今度こそ終わりっぽいな。結構自転車いるんだね。自転車いるいる。みんなこっち側に登ってくるのか。
物好き目。60キロ。体重的には60キロ超えてますけどね。あ、オーバークォーター。やっぱりその人多すぎってことか。あれはなんだろうな。まあいいや。まだ登ってるな。仲間いっぱいいますよ。これだとタイマーが鳴っても聞こえないな。気をつけとかないと。モンキーセンターまで、あ、了解です。モンキーセンターは結構まだあるかな。なんだこの霧っぽいのは。ちょっとだけあのなんか高山にいる感じの。涼しい。ああ、風か、そうか。そうですね。まあ、心配したってしょうがないから、行ってみないことには。南淡路市灘大川です。今、こうそうですね、月数百円だったらな、月数百円だったら課金に。あ、緑です。内陸側の国道沿いだったら楽なんですけどね。でも淡路島一周はそっちだと認められないっぽいので。今は溝があと時計回りが基本なんですけどね。この辺りの溝は基本的に電波は曖昧です。フォーマのエリアでも途切れ途切れなんで、この辺り。あ、お線香かなんかの匂いだ。風で後ろの車の音が聞こえなかった。聞こえてたらもっと寄ってあげてたのに。外側に寄ってやっていたのに。おー、結構な景色ですね、ここは。おー、民家ゼロよっ。で、電波がもう今完全に来てないな。お茶。あ、モンキーセンターか。いきなりそれだけが今届いた。もう下りに入りました。天気でもこの雲の流れからするとこっちは大丈夫かな。うん、新根山頂通るかなんかかな。モンキーまで、え、9キロも平坦ですか。平坦か。でも風が心配だな。風がどうかは行ってみればわかる。あと下りはいつなんかそのフォークが吹き飛ぶか分かんないんで、フォークが消し飛ばされるか分からないので、ゆっくり行こう。雨の予感。雨が今ここはサーバーがアウトらしいです。あの道は、あの道。おー、
ごいな、なんかこの景色。迷わず池より行けば分かる。ガードレールの向こうに何の障害物もない。ハンドオーバーが、そうなんですか。ハンドオーバーできるできないが基地傾向によって違うのか。でも微妙にアップダウンあるな。今日は南風7キロなので、うん、何キロ。なんで時計回りか、初日を楽にしたかったから。よいしょ、いっか。セミの黄色、やった。よいしょと。結構時計回りじゃない、時計回りじゃないことに関しての質問がかなり多いですね。かなりかなり。ああ風やっぱ強いか。この時点でかなりやばい。よっとっと、よっと。自転車、とりあえずどんな自転車かは、あれ、機材ページに貼ってないか。まあ緑色のマウンテンバイクなんですけどね。ビリジアングリーン的な緑色の、濃い緑色の。風ひどいかこれ、ずっと。あれが沼島か。由良の手前、うん、いい風景。今 どこのことだろうな。さっき下る途中のところかな。向こうに見えたのが多分沼島って島だと思う。周辺の、うん、そうか。トレトレ地魚定食、オレンジ層。追い風あれ？おかしいな。あ、そっか、これから北上始めるから、きっと追い風になるはず。更新したら楽なくなりました。更新、あ、今いいですかね。うん、逆回り。夕日は昨日は見えませんでした。なぜか不思議ですね。いる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 。昼食1500円よりなかなか本気の。南淡路水仙ラインっていうとこですね。ん？貼ってます？貼ってます。 B ボタンを押せば向かい風でも OK。 B ボタン、サシモの B ボタンも向かい風には 1,500円、本気のとこですね。開いてるだけでありがたい。電車も踊らずしない。僕が走るときはいつも向かい風の気がする。向かい風、向かい風じゃないともう気が済まないぐらいに。意外とでかいですね、沼島。だよな、あれ沼島だよな。
うん、島島あそこまで船が出ていて、普通は釣り時で150キロ、あそこに宿取ったりしても面白かったかもしれないな。山の中で釣り合いにカニとかカニを出して販売してるよね。カニ、サワガニですよきっとそれは。海が好き、あれは沼島。海だ、ジャカジャン。ジャカジャン。でもならない。14時19分の気温35.7度で今日の国内最高。35度どこだよ。ビジアン。海。ビジアン。それ私の自転車の話か。まだ宿探しの電話してるかと思った。宿探し。ついに宿取れました。もう取れてしまいました。早いな。淡路第二プリンスホテル、なんか別館のシングル利用って書いてあったから曰くあるとこかもしれないです。天井の模様が見るたびに変わってるのかもしれない。多分今見えた島がそうですよ、うん、今見えたのが兵庫県だったはず。豊岡か、そんな離れてないよな。いや離れてるか。明日休みじゃなかったら困る。え、ぬしま？それはまた変わった読みですね。沼をぬって読むっていうのは他にあんのかな。ぬしまか。これが左側に行ったらさっきの1500円のハブそうですね。ここは確かさっき検索出てきたっけ、出てこなかったか。さてここから平地だ多分。やばいっすか。そろそろ下りかな。下り終わってこれで平地ですね。沼尻で鳴くぬしりとかいっぱいある。ぬしり、本当ですか。この勢いなの、この勢い。もうそろそろ勢いって下りの話かな。この海ダイブしたい。ダイブ、あ、さっきの沼島の方見てる時の海ですね。ここも船多いな。インターナショナルサンプラザ？サンプラザ？あ、そういえばなんかホテルもう何件かコメントありましたね。ちょっと全部確認できなくてすいません。結局10件ぐらいやったのかなさっき。沼島と呼ぶと思います。1件ごとに場所調べてプラン調べて電話してアウトっていう。見てる人もいるので一回キャンセルしてまた宿取り直そう。キャンセルして、いやそれ店見どころじゃないので特に。あ、まあ、ある意味見どころだけど。あと15時過ぎたら 100% なはずですよ。15時前のキャンセルだと 50%。 そのあたりネット予約だとある程度リスクありますね。まあ電話でしても本当は一緒のはずか。グランドプリンスだろ。グランドプリンス、イルカセンター。とりあえずイルカファームは途中、ドルフィンファームっていうのは途中で見てきました。道間違えて。あれも良かったですね。なんかドルフィンたちがクケケーって鳴いてました。歌ってるのかな、なのか。札が、わかりました。サイクルジャージで。サイクルジャージ、まあ、涼しいかな。お、無風になった。ああ、平坦ですね。赤い。こんにちは。ぬしまパッセンジャーシップピア。15キロ？9キロってさっき言ってなかったっけ。おお、なんか楽だ。てか横風か。あ、予想よりひどくないな。全然ひどくない。
この ありがとうございます。明日は夕方にはもう明石に戻って、新幹線取れるかな。新幹線取れなかったらやばいな。あ、時間くれ、タイムラグですね。ポルシェ、あれですか、あの青いやつ、ポルシェ。ボルシチ。道路がコンクリートになる場所があるので注意。コンクリートに？アスファルトじゃなくてってことか。ん？エキテポルシェ。川崎ポルシェだっけ、あれはなんだっけ？ポルテか。あのネタになってないな、言ってしまったら。川崎だったっけあれは。淡路プリンスホテルでググると事件が検索候補で出てる。事件が。そうですか。本当のコンクリの道ですか。まあ舗装されてりゃなんてことはないですけど。あ、オレンジ層。またセミの声が。これが民宿オレンジ層、上に登るのか。昼食予約制です。幽霊。心霊配信自動的にそうなるのかな。台風の、ああなるほど。波をかぶる前提なのか。山か。多分200ぐらい登るところかな、それが。それもあと1回じゃないですよね。もう2回か3回か。あ、すぐ海です。あ、延長ですね。こんな感じ。ちょっと今逆走中だからすぐ戻りますね。よいしょ。お昼は弁当、メンチカツ弁当399円、98円か。延長。手動無料延長しました。手動無料延長に成功しました。お疲れ様です。モンキーセンターを越えた後に来る立川峠は2段階。あ、それが立川峠か。2段階ぐらいですよね。まだ立ち見出てるんですか。さっきからコメント落ち着いてるからもう出てないんだろうと思ったんですけど。年収900万ってことは月70万くらいもらってるの。でもボーナスは別に考えなきゃいけないですよね。年収考える場合には。ふう、まあ秘密だけど。よし、うん、お昼は3980円。おお、あ、今ここ来ました。じゃあ出すか。あ、のぞみ。あの光だけで行ったら1本で新横浜まで戻れるんですけどね。え、GPS 今行ってます？そんな自動で復帰するんだったっけ？ルネサス。ルネサス。年収900万かどうかはあなたの胸に手を当てて聞いてみてください。意味わからんな。あ、風向きから言って天気大丈夫っぽい。あと海の方の色がなんか変だな。茶色っぽかったり真っ青だったり。40何とかから900。900っていうのは何の数字なんだ。大体
あ、灘代潟、さっき灘情報って読みが書いてありました。灘情報。いらっしゃいませ。ガバス。なんだこりゃ。本当に降ってそうだけど、降ってないのかな。ジンバブエドル。うん。感じちゃいましたか。怪しい天気。すごく天気悪そうに見えますね、向こうの方。この辺りもなんか今降っててもおかしくないぐらいの暗さになってる。で、やっぱり追い風だな、これ。楽ちんでございます。明石。明石。こんなところまで電波いいとは、羨ましい。電波は今いいみたいですね。夕立がどうだろう。海風が、ああ、なるほど。うん。湿った空気が向こうから来てるんですかね。で、こっち側に当たって、でもそんなにすごい山かな。うん、明石海峡。それは有無言わさず強引に乗り込むわけですか。あ、出てない。うん、はい、いい解約された。肝心なところ、そんななんか雨雲になるほど高い、そんなになんか影響を与えるような今の廃墟なんですかね。見事なまで廃墟になってたな。大丈夫ですかね。そうか、もしかしたらさっきプリンスホテルの受付の人に電話した時にダメだったのは、泊まれるけどもあなたを救うために止めませんとかいう、そういう優しい人だったのかもしれない。やめときなさいという。アーキマニア、まあ道端のそこら辺にあるやつですからね。うわぁ、もやけてるな、向こうの方。あ、本当にこれがずっと続くんだ。すごい景色だな。これもでもずっとスカッと晴れてたらもっとすごい景色ですよね、これは。海沿いにはよくあるよね、廃墟。廃墟、あ、そうですかね。私はなんか廃墟といったら、もう人が住まなくなった集落とか、シャパピンよかったよな、何が。いやいや、晴れたら暑いって。晴れたら、まあそうですね。確かに今はまあそこそこ、そんなに、いや、じっとすると暑いな。あと風も追い風なせいか、ほとんど今風受けてないので、少し蒸しやすい。夏休み。曇りは、微妙だな。団吉の話ってまだやってるんですかね。はい、行こうか。プリンスホテルまで行きます、行きます。ん？プリンスホテルまで行きます、行きます。洲本まであと、ここで30キロぐらいかな、残り。もうちょっと来てるかな。レーダーでは雨ないよ。雨ない。こんなに降りそうに、降ってそうに見えるのに。おかしいじゃないか。鳥取さん、実家がと、実家鳥取さんという小手半だったから。通信、フォーマです。フォーマの回線、ポータブル Wi-Fi っていうやつを使ってフォーマの回線でやってます。実家が鳥取さんだったから勝手に略してじっとりさんとしたんだけど、その時湿ってる意味のじっとりと被ってるとは気づいてなかった。直接お会いして、放送上で直接お会いして、で、コメントでツッコミが入るまで、じっとりさんじゃなくてじっとりさんという意味に取れることに気づいてなかった。さすがだよな、私。どんだけ気づかないんだ、一体。だから他にもなんか気づかずに勝手な名前つけてしまってたらすいません。うん、日焼け止め使ってます。今日も塗りました。お、また自転車乗り。あっつ、頑張れ、淡市。
うん、今降ってないです。こんにちは。こんにちは。2人ともこっちを気づいてないか見てなかった。でもこんにちは。この筋が淡路にかかってるね。淡路に、ああ。こんにちは。向かい風ですね。やっぱり向かいが、あっちが向かい風の顔してた。顔見たら風向きがわかる。あ、棒読みが怠け出した。棒読みが、あ、そうですか。顔色悪っ。新泉寺の一級さんキャラはちょっと顔色悪すぎ。やばいと思われたんだね。なんていうか、お地蔵さんに水色のヘルメットかぶってる感じがするな。ちょっとお地蔵さんのつもりなのかもしれないな、これ。霧に、こっち見たらこれ雨が降ってないとは考え、お、自転車の人だ。こんにちは。あれか、頭に変なのついてるから。うわ、ちょ、今ちょっとチェーン落ちした。チェーン落ちというか、あのチェーン滑りっていうのかな、こういうのは。今のイオンとは別の話だと思う。こんにちははですね、5割は超えてると思うんですけど、向かい風、そうですね。35度、頑張れ。何ですかね、あの色は。お地蔵さんのつもりじゃないのかな。でもだとしたら頭も同じ色するような。ああ、ちょっと向こうの方で見えるようになったかな、さっきよりは。向こうの方は青い空なのに。あ、コンクリってこれか。コンクリ道ってこれですね。ああ、確かにちょっと荒い。まあマウンテンバイクじゃだったら平気だけどな。んイオンはさっから直進してるだけなので、車体がねじれてないのでしてないだけだと思います。この先、その立川峠だっけに行ったら、またイオンのオンパレードで、イオンパレードとかいうのはやめよう。うん、あ、バスだ。やっぱりイオンしてた。してます、してます。陸の港に西端かな。今ここ来た。あ、今ここ。さっきから来てたみたいですよ。その先雨だよ。ああ、だけどな。雨ですか、本当に。コンクリート、この道。ああ、それもちょっとうまいな。トルクですね。この道は車通り少なめでいいね。うん、こっちは車がわざわざこっち通る理由はあんまないですからね。車の運転的にも、国道の方が楽だろうし。14時37分、鳥取暑いな。あ、水仙号。フルシカト、シカト。ガタガタ揺れますね。シカトっていうか、風が強いんだろ。お嬢さんの風が強い。あ、シカトあれかな。挨拶した時の反応の話か。あ、左に行ったら、なだ黒岩水仙号、水仙橋。モンキーセンター、いやー、特に寄らないかな。あれ、水仙君なのか。こんにちは。一応ここも食事、軽食とか書いてあるけど、これもやってないっぽいな。明かりついてないし。ん？なんとかのお知らせ。あ、どうした？せっかく、なんとかいただいたのですが、あー読めねえ。2月15日、なんたらかんたらなんたかた、読めねえ。読めないな。なんとかのお知らせの、なんとかのとこも読めない。ホテル直行、そうですね。お昼食べてないの？お昼は弁当買って食いました。スーパーで弁当買って。レンジで温めて。入れない、淡路島モンキーセンター、この先車で5分。
風量なんでしょうかね。通知しっかりして、もっと近づいてくれれば解読するよ。もっとちょっと不自由な方ですか。日本語、私がですか。まあ日本は自由だとはちょっと言えないけど、日本語じっとりさんかな今。和骨で挨拶してみて、笑わない。意味わからないです、そもそも。今日はどこまで淡路島牧聞き取れたとしても、さあ解読してもらおうか。なんとかした、またなんとかなんとか、いかがですか。終わりませんよね。せっかくですが、わらわらまでだね。わらわらとは書いてないな。こんにちは。よし、今度は向こうから挨拶された。深く遅れを取るとは。わら、閉店、閉店のお知らせ。閉店ですかね、やっぱ。2月15日をもって出ることに。今日は閉店だってことですね。まあ閉店なんでしょうね。服装笑顔で手を挙げて挨拶先にされた、悔しい。次シーズン、あれか、もしかして推薦の時期だけってことか。私推薦はなんか春先のイメージがあったんですけど、ですかね。確かにカタカナでなんか超音が入ったカタカナ4文字のありましたよね。負けた、悔しい。早打ちで負けた。この辺りは結構ガタガタしてカメラも揺れてると思います。特に GoPro とかフレームレート高い分、30フレームがある分、この揺れがはっきりわかるからな。私の人体がベコボコを吸収しきれなくて、ヘルメットが揺れてます。こっちはまあ暑かったですけど、今は雲の下に入っちゃって涼しいです。まあ、涼しいまで行くか行かないかかな。来シーズンまでってことなんでしょうかね、閉店は。ダブルピースで返そう。ダブルピースで、返そう。ああ、返す、あれか。最近生えてるな、あの辺りが。っていうか、どこで再燃してるんだろう。ダブルピースの話は別としても、なんだっけ。四天王の話って結構昔のネタじゃないんだっけ。やつは四天王の中でも最弱は。私なんか最近見てる PRPG の動画の中でそれが出てきたから、個人的には違和感ないけど。コンクリ道、確かにこのアップダウンは特にサスペンションゼロだったらそこそこ来そうですね。タイヤも硬いわけだし、マウンテンバイクより。コンクリート、あ、またアスファルトに戻る。コンクリはさっきこれ台風でなんとかかんとかっていうコメントが、波がこの中に入り込むっていう前提なんですかね。それだとアスファルトよりこっちの方が強いのかな、耐久性的に。耐久力が、耐久性がある。なるほど、というコメントを聞きました私も。うん、全てコンクリだったような。全てコンクリ。ああ、でしたっけ。コンクリ。あ、塩に。あ、でもそれだったら襟裳岬から広尾までの北海道の下にとんがっているところの右側、あそこの黄金道路なんかは全コンクリになりそうですけどね。でもあれはそれ以前に崩れるからなのかな。あそこは確か全部アスファルトだったと思う。コンクリだった覚えがない。うん、この地元では灘と言います。灘、あ、この道のことですか。波がバシャーンって入ってくるとこはコンクリが多い。波が、ああ、で、あとここから見る限り波しぶきって結構この辺り、はい、道の方に来てますね。今あんまり感じてなかったけど、多分これメガネに塩水というか塩水のつぶてがたくさんついてると思う。波が受け、後で見るとメガネがいつの間にか白く曇っててびっくりする。で、これがまた取れないんですよね。軽く拭いた程度じゃ。海の香りは結構するかな。ただ、吸えた匂いが混じってないんで分かりづらい。あ、12月から2月。
なるほど、了解です。よし、波をかぶってみようか。波を。この後どんだけ気持ち悪くなると思うんだ。地面、路面濡れてないんですけどね。多分空中を波しぶきの、水蒸気的な大きさの。水蒸気は気体か。あ、そこ止め。リーフ？うん。アスファルトは水蒸気化が激しい。アスファルト、ああ、それはコンクリートの方が強いのか。アスファルトは熱いと柔らかくなりますよね。道路標識なんもないですね。雨雲が台風ん、あ、でも電波いいんだよな。維持費が黄金道路っていうところは維持費が高すぎるのが黄金に例えられて黄金道路っていう皮肉な名前らしいですね。黄金敷き詰めるのに等しい金がかかる、補修に金がかかる道路だから黄金道路。速度違反、そもそも標識ないんですけど、ここ略してゴールデンウェイ。そう、ゴールデンウェイ、ウェイオブゴールド。お、なんか今左に登っていった車が。私は登らなくていいですよね、まだ。バンピーだね。バンピー、パンピーじゃなくてバンピー。標識なかったらアップダウン、デコボコありがちという意味ですね。ん、100万円の100万ドル、100万ドルはあれは本当に どっちの意味なんですかね。単純に景色が100万ドル分の価値があるのかな。標識がない道路は20キロメートルですね。ここは本当ですよ。60、ああ、灘白崎、ここは灘白崎。おお、さっきから自転車途切れましたね。謎のパラダイス、謎のパラダイスってのは何ですか一体。パラダイスってことはまず楽園なわけですよね。謎の楽園ってことは、謎の楽園ってことはどういう意味なんだ。違法感、違法感か。あ、でも本当にそんな気がする。そのなんか内容の隠し方は確かに秘宝館っぽいな。算出、本当ですか。一晩で100万ドルってことは1億ぐらい。今ドルいくらだったっけ。今ドル、パナソニックは10年ぐらいですかね。買ったの99年だっけ、2000年だっけ。だから12、3年か。軽く嫉妬、風が咲くから全然抵抗になってないので。レート、レート、あ、なるほど、円のドルのレートですね。中国の宿は淡路第二プリンスホテル。折りたたみ式じゃないんですけど、車輪外せば大体どんなスポーツ系自転車でも袋に入れられます。調べたら確かに非法関係ですね。謎のパラダイスって本当に謎のパラダイスって書いてあるのかという施設なんですね。1億円の、ああ、お高いホテルなんですね。お高い、5250円、素泊まり。朝食は500円でつけられるらしいですけど、まあ洲本の街見てからかな。米全部、あ、今のところ今拾えてますね。この先立川峠、宇保神社、宇保神社。朝食つけた方がいいですかね。周辺にガストとかなければ、ガストだったらそっちの方が安い。スルーされます。あの、読み上げないやつもたまにありますよ。文字列、あの、嵐コメントと勘違いしてしまうことがたまにあるんで、失
電車は、ちょっと音が弱くなってるな。彼女とのあと3キロだよ。だよじゃなくて、よが小さいから、だとよは一緒くたに言わなきゃいけないですよね。だよっていう、だよ。朝食、いや500円じゃコンビニか。あ、ほぼ飛行館、その謎のパラダイスですね。まあどっちにしろ寄らないけどな。客席というか楽、僕があった。彼女来たら分かりますと。いや教えない。できても教えない。いや若者っぽいっていうつもりではなかったんですけどね。ただ単に字面通りをできるだけ読もうと努力しただけ。若者言葉といったら、今の若者言葉って何だろう。カメラはついてないんですけど、 GPS ログと照らし合わせて後で自動で写真ファイルに書き込みます。雨降りそうな様子はさっきからずっとこうなんですけど、だんだん晴れてきてますよ。よっ。わあ。泥跳ね、泥跳ね。降りそうに見えてさっきから降ってないですね。お。夜の食事つけるとひょっとしたらおかみさんのアワビが。おかみさんの。なんか下劣だな、今の。なんか下劣だな。ちょっと惹かれますね、この文字列は。カレーだし、あとお食事どころチャリコ、チャリコ。きっとペーパー履いた女性が。はい。明日は消しに？何教えない？あ、彼女できたら教えません。テヘペロ。あ、そうか、テヘペロが今一番トレンドに違いない。テヘペロ。誰でも使っていいのかと思ったら女子しか使っちゃいけないらしい、テヘペロ。あと本当に悪いことしてテヘペロとかやってたら、ああやめとこやめとこやめとこ、うかつなことは言わないでおこう。狭い道、狭い、さっきより狭くなってますね。淡路島カレー、なおかつ店の名前がチャリコ。自転車絡みな感じはするな。いや、カレーはもう弁当食ったからいいです。休みのカレー、カレー、あ、洲本市に入る。車はこっち側、車はあんま通んないんじゃないですかね。ゲスでゲス、この仁太郎がっていうネタもいきなり言ったって何に通じるかわからんな。トレンディニャー、ああそうそう、ウーニャーも流行ったけど、あれは漫画アニメが元ネタですよね。で、あの漫画はそう、悪いことしたときテーペロっていう、テーペロ、あ、暗いでしょうね。あ、お金を、うん、そう、いじめもなんか流行ってきてどうなんだろうな。いやいや、遠慮せずに言っちゃってください。ん？いやいやいや、カレーのことか。カレー、そう、ひよっちさん。あ、電光掲示板みたいなのがあるけど、何も出てない。知ってた？ここ全部神戸ナンバー。昨日道の駅だと、神戸の道の駅じゃないか。どこだっけ、神戸ナンバー見たのは。あ、やっぱ道の駅だ。最初の時に寄った道の駅だ、昨日。な、結構荒れてる、ここ。淡路島さん、そう、淡路牛の牛丼がありましたよ、昨日。ちょっといじめっていうのもなんかあれですね、いじめる側とあと学校はグルになってるぞとかの問題で、でネットで晒したりしてるんですよね。またネットで晒したりしてるんでしたよね、確か。それに対してどう思ってるかはあえて言わないでおこう。言ったら支障があるから。
一生後悔。また来ないと。ダメですね。まさか、そうそう。というか、というかな、なんというかな。正義気取りで何やってるか、うわぁ、うわぁ。ゲスね。天気が大丈夫っぽいですけどね。いや、ギズモ食べてないです。謎パラダイスも行かないです。仮に立つとも放送できないし、中身に興味あるかっていうと、ツヤっぽい系のネタはあんまり、あの下品なものは嫌いっていうよりはあまり面白くないかな。私はエアコンは夏はさすがにクーラーつけてしまいます。できるだけ節約しようとはしてるけど、いや、どんどん行ったら支障が出るから言わないです。そっち、あの配信このやり取りがそれだけになってしまうし、まあでもどういうふうに思ってるかを、あのニュアンスだけ感じ取っていただければ。淡路島カレー、地だこの天ぷら定食か。そこら辺はドキッと。うお、安いかと思ったら、300円かと思ったら300メートルですね。アウトドア、あ、私はクーラーは、あ、でも確かに寒いと苦手かな。私が思うのは、あの電車の空調はもうちょっと予約していいんじゃないかな、デフォルトで。あれ寒いと思う人多いですよね。青島カレー行きませんが、とりあえず店を見ていこう。300円じゃないんでしょうね。300メートルでした。少し右側、前後に車が全く見えなければ走れます。と言っても逆走、明らかに逆走していることになるんですけどね。ちょっとだけ空調ですかね。1000円か。まあそんなもんじゃないですかね。名物だし、名物だろうし。モンキーセンターもで、もうすぐ上りってことだな。ああ、なるほど。モンキーセンターお食事どころ、カレーもここ。あ、高め。ボーネリーのだと思います。ネリーさん、本当になんかカレーに命かけてますね。私、もちもち言ってると、本当にもちしか食わないことになりそうなんで、怖くて言ってないんですけど。メリーさんはもう一生カレー食ってもいいぐらいの勢いですよね。で、車多いな。トマト。構わずって。お？あ、延長の時間、了解です。何がもういいようなんだ？食べログで。淡路島カレー1000円ですね。淡路島カレー中辛。何がもういいよなんだこれ。方言か。延長延長。あ、船橋。もういいよってなんだろうな、本当に。どういう意味なんですかね。あの、もうお客さんいっぱいだからもう来んなって意味なのかな。そんな失礼なこと言わないですよね。あ、もういいよ。なるほど。そういうことか。うん、延長、手動延長。いや、もう開くってます、弁当。下から来なくていいから。あ、じゃあ、秋。お茶は、まあ、もう少しあるな。でも、標高200登ったら結構疲れるな。マーダだよって書いてあるのかな。あ、マーダだよって書いてあった。よかった、よかった。もう来んなって意味のもういいよかと思った。もう OK だよって意味か。夕立ちそうな天気なんですけどね。猿が。猿グッズか。タコ天1000いくらって書いてあったかな。うん。営業中、よかったよかった。待たせているですね。
うん、あ、自販機、あ、でもまだ水500もあるし大丈夫です。多分足りると思います。返帳今しました。ありがとうございます。でも実際人気ありますね。繰り返しロケ、そう、店の前でぐだぐだやっときながら食べない。芦川峠、ここから先か。うー、なんか最近特に登り弱くなってるな。安心の食べない。もう勝負ついてるからの意味。飲みすぎ、笑、はい、ラスト1時間か、トムト。ラスト1時間は放送の方かな。10時スタートだったから16時までか。冷やかしならとっとと言っとくれ、うん、来やがれ。じゃあ母言いながら登ってる途中で6時間終わりですね。5分前に終わって次は太るか。今日はこれで、300円目になるのかな。太りにかけるお金が300円もあればジュースが2本飲めるぐらいか。安ければ3本飲める。プトプト、プトか。うん、ペース、いや、ダウンしてると思いますよ、かなり。途中の休憩も前より多いと思う。登りが弱いのはロボさんですか。登りが弱い。クルーズから。うん、クルーズからいらっしゃいませ。どこから来やがった。電波やばいな。ここから山の中にあったらもっと悪いかな。冷やかし中華。ここのモンキーパークって小学生の女の子が思い出した。 GoPro、 GoPro もう過ぎてんじゃないか。過ぎてなかった。あと30分、忘れそうだな。あと30分だからちょうど6時間枠と終わりぐらいか。じゃあ次は太るのと同時にメディア交換忘れなきゃいいんだな。ちょっとギリギリすぎるけど。楽しい放送ありがとうございます。人がいない、わらわら。あと20キロぐらいかな。20キロぐらいかな。そうだね、うん、ここからだったらちゃんと検索できるな。10番加速してない。アラームはまだ鳴ってないですね。今どのぐらいなってんだろう。戻る。あと24分でなるとこでした。あ、ストリートビュー。ちょっと X バンド確認。またでちょっと待った。大丈夫。俺が覚えておくよ。覚えておく。ありがとうございます。忘れない。単調ですね。で、残り距離をちょっと正確に。第2プリンスホテルまでの道順を検索。ああ、20.2 キロですね。ああ、こっからしばらく行ったとこから登りか。ああ、でもまあ、なるほど、なるほど。あ、バッテリーは60キロ。BGM は。よし。次枠、5時間半経ってますね。確か10時、あれ？あ、違う、10時半からか。じゃあ16時半までだ。じゃあもう一枠延長できるんだ。見ているみんなも水分補給しないと。水分補給。ぶっ続けで見てる人はかなりやばいんじゃないかな。一日中 PC の前にいる状態になる。いるか？いるか？もうしばらく行ってから登りですね。あ、エスコーヒー住んでる感じが。あ、でもアンコは3分遅れ。コメントと棒読みのタイムラグはそんなにあるんですかね。私も兵庫県かどうかよく分かってませんでした。淡路島、
山口県テレビ、いやでもやってる内容は偏ってますよ、私の場合は。でさっきから空気はそこそこ涼しいな。楽しんで、和歌山かと。和歌山、ああ和歌山県。私もテレビ必要ない、楽しいな。テレビ、私もテレビ見てないんですけど、見てないから楽しいのがあるかどうかすら知らないんですよ。とりあえず日野翔平さんのやつはナスネ手に入れたら録画してみたいな。ながら見。あの今日バッテリー充電してくれてた、充電したバッテリーを届け、バッテリーを届けていただいたイヤスさんは、あのながら仕事をしてたはずです、してるはずです。あの仕事しながら見ますと言われていたので。バッテラがどうしましたか。最近のおすすめ番組は趣味の園芸ですね。趣味の園芸、王政王政の毒入りカレー、あれ和歌山の事件でしたよね確か。プレステ3持ってます。どんなゲーム、 MGO をメタルギアオンラインというかメタルギアのために買ってメタルギアオンラインもやってみました。メタルギアオンラインはチームスネーク、ん、チーム TSNE だから何の略だっけ、チームスニーキングなんとかが好きです。好きでしたって、もうサービス終わったんだよね確か最近。林真須美でしょ、毒入り。ああ、私は隠れるのが大好きでした。隠れてこそこそ人を影から撃ったりするのが大好きでした。今日の料理もおすすめ。あとあの影が出るから普通そのステルス状態になってる人間っていうのはあまり頻繁に動かないんですけど、たまに敵の真後ろまでスタスタ歩いていってナイフで刺したりするのも面白かったですね。一部、あれそうなんですか、あ、裏でってことか。そうそう、スナイパーというか、あそこに結構な市街地が見えるけど、あっちはテロ。あれ和歌山の方か。パソコンはアトム Z550。 メタルギア、私はメタルギア PS の、 あのポリゴン化された時から、あれはすごかったですね、あの時が。デルアイユ？動く。あ、CQC かな、今のは。今晩の夕食はホテルの近くでどっか店探して食べます。ホテルの中で自炊したら、スプリンクラー動くだろうしな。向こうにあの、なんか市街地が見えてるのは、またデジカメで、無理やり見せるか。あ、パソコンはそうそう、そっちに詳しく載せてますね。わら、陰湿やな。陰湿、あの、隠れるのがすごく楽しい。Z80CPU、5インチディスクドライブ。ん？ 5 インチディスクドライブ。Z80。なんか違うだろう。棒読み、遅い。棒読みがずれてるみたいですね。このぐらいか。見ても安心で楽しいよね。更新してみたらいいと思うよ。どこだ市街地。うわ見えねえ。わからん。あ、これか、この辺りか。見えますか。なあ、海は広いよ、今頃気がついたに。わら、この辺りかな、この辺りかな。あー、ダメだ、チラチラしてよくわからん。市街地っぽいの見えましたかね。チカチカしててよくわからんな。あとこの画面に反映されるのがちょっとずれてるんで、私が修正しようとするたびに画面が上下に揺れる。この辺りかな、白い市街地が見えてるんですけどね。何かある、やっぱその程度か。あ、いや、これか。あ、そうだ、撮った写真見てもらった方がいいな。浮いてるの、浮いてるものは見当たらないですが。 Wi-Fi でプレビューできれば良いのにな。和歌山市かな、ユータチキタソウ。オスプレイ積んだコンテナ戦か。これで分からんか、分からんかな。あ、戦車の、あのパンツァーフロント3でも話題になってたけど、どうなんだろう。いつかの自衛用です。
これでなんとかわかりますね。うん、撮った写真の方がわかりやすいですね。大義ゲーム。今ここまた死んでますか。対岸、いや、あれはですね、多分和歌山の方じゃないかな。和歌山方面の、今これ見てるの西か西南方向だと思うんで、向こう側にあるのは紀伊半島です。のはず。あっちにもなんか煙突あるな。うん、向こうの方までかすかに山が見えてるのが、あれ紀伊半島じゃないかな。この紀伊半島って半島って言ってもめちゃくちゃでかいですからね。伊豆半島とかの比じゃないはず。紀伊半島か。え、和歌山は東でしょ。東の方、あ、私今東って言いませんでしたっけ。ロボさんってシューティング全般が好きなのかな。シューティング、弾幕はちょっとついていけなかったです。関空か、あー和歌山の見てたら鏡に向かってやってみて。何だピカピカ。あ、鏡って鏡で遠距離通信か。あ、結構な荷物の人だ。あ、こんにちは。おお、今のグレートジャーニーかな。こんにちは。関空にあの工場自体はちょっと違うと思うけど、こんにちは。おお、ヒロソマ知ってる、初期の頃ですね。こんにちは。なんかムービー主体みたいなやつでしたよね。シューティングのイメージあまり残ってない。ラプラスのまあなんか小軌道がどうこうみたいなやつだったっけ。PS1 の初期の頃だとモータートゥーングランプリっていうのがかなりよくできてて面白かったですよ。リッジレーサーは一番最初のソフトかなの後なんですけど。あ、重敵やりたい。あれでも Xbox 持ってない。あと部屋のレイアウト的にあれがプレイできるかどうかがわからない。人が好きなんですね。人が視点が、あ、フィロソマですか。モータートゥーン面白かったですね。モータートゥーンはなんかあのグレジョミだとナリマスの人、グレジョミの人が今いました。うん、モータートゥーンはまあマリオカートみたいなもんですけどね。あ、これ路面がちょっと濡れてるのは、これ波がオーバーフェルミングしてきた後じゃないですか。グランツーリスモ、あ、でしたっけ。そう、物理エンジン的なところがなんか妙によくできてて、ん、こんにちは。あの変なショートカットができたりするのが面白かったですね。ディスク化。でも波バッシャーにしちゃちょっと境界線がくっきりしすぎてるな。これ波とは違うかな。いて。多分波が越えてきた後じゃないですかね。違うかな。舐めてみたら塩水かどうか分かるかも。ん？今ここ。こっちのクライアントが問題か、サーバーが死んでるのか。本当にすがすがしいよね。そこまで言うような挨拶ですかね。今ここちょっと見てみます。漏らしながら。すごい流れだ。すごいな、なんか。すごいの言い方がなんかうまく納得いかなくて何度も言ってしまう。今までやった一番悪いこと。サボ落ちですかね。悪いこと。なんだっけ。洲本まで着かなきゃいけない。待ってる人がいないので、洲本まで今日中に着かなきゃいけないんです。オリンピックはロボさんあんまり興味ないですよね。オリンピックは、うん、そうですね。だいたいイベント的なものは大概興味がなくて、逆になんか冷めていようとするような気持ちがある。明石海峡橋は渡れないので、フェリーで渡りました、昨日。ジェノバラインってやつ。お尻痛くない？お尻はですね、思ったほど今のところ痛くないな。でもまあ多少は痛くなってきてはいると思う。震災の、オリンピックありますね。体操と水泳だけ。水泳、エロだけか。それを聞いてエロと言い切ってしまう自分もちょっとどうかと思う。新体操と水泳のことをエロと決めつけてしまうのはどうなんだろう。
行ってしまってからどうかと思った。淡路島ってどんなところ、うん、淡路島はこんなところ、多分こういう景色のところはこっち側の山の方だけでしょうね。本心が出てしまったな。本心がオリンピックはダメですよね。ダメ。あ、でもあ、ここから山だな、はっきりわかる。雪上着ですね。店に禁止されますね。こっからだ、はっきりわかるよ、境界線が。向こう道ないし、あの上の道かな。さて、じゃあ母いますか。まだ延長とメディア交換はいいか。あ、自転車あそこ通れないと思います。海とお別れですね。といってもまた確か海沿い戻るんじゃなかったっけ、登り終わった後に。とんでもない。母います。あらかじめ言っておきますけど、母います。もう静かになった。なんてどうでもいいんですよ。なんかビート部の映画を思い出す絵だね。ロボさんの深夜散歩楽しかったので、また放送してください。深夜散歩ですか。あんまり言わないですけどね。中津川組っていう地名なのか。で、また白い門がついた蝶々だ。洲本市込みバス。私は商売の匂いしてるのはいいと思う。商売の匂いが、まあ商売の匂いしたらもう全部ダメって言ったら世の中の経済活動成り立たないので、そこまで否定するとあれですよね。あれですよね。なんですけど、まああんまりするのは確かに苦手かな。こっから大変。こっからですね。標高200ぐらい登るとこじゃなかったかな、これが。ゆっくりゆっくり。自転車をいたわりながら。本当はぶっ飛ばしたいんだけど、自転車いたわりながら。バイオ、GoPro が16時前ぐらいで切れるはず。前ぐらいで切れるかどうかかな。みんな狭すぎます。ヘアピンが、大阪、体力的には問題なし。体力的にはまあ大丈夫だと思います。 iOS シリーズがバランス良いと思う。対応は、いつも知ってますね。立ち込みするとどうなるかっていうと、14メートル上昇。あれ、いや軽すぎるせいかあんまならないな。言ってますね。本当はインクライムのみんなの皆さんですね。そう、残念だ。このシリーズ BB が鳴ってるんじゃないんだ。 BB の可能性もあることあるんですけど、ねじってみて音を聞いた感じでは、あのフォークのあたりから鳴ってました。フォークとか、ヘッドだかステムだかっていうフレームの部分。ここから先本当に全く電波ないかも。いや、それは勘弁。ちょっとペダルではないって言ってましたよね。ペダルじゃなさそうなんですよ。ペダルで鳴ってたら足に直に響くと思うんで、こんだけの音。ヘッドかもしれない。ヘッドってあれかな。これだったら締め直しました。横緩めて上から締めて横をまた締め直す。ステムのネジは大丈夫でした。その周りのネジは多分締めたんで、カニだ。中の方かな。ペダル、うん、ペダルは確かにあのね、いつの間にかネジ外れてて分解しかけてたことありますね。大きな。この音が好きになってきた。直さないでほしい。直しますよ、直しますよ。修繕、昨日はしてなかったですね。昨日の放送終わったちょうど後ぐらいから
気づきました。叩けば治るよ。もうなんだこれ。興奮しますか。まああまり年齢離れてると問題があるからしないことにするけど。でもさほど重大な問題でもない気はする。重大な、どうですかね。うん、どっか分かんないんですよ。今これで標高50ぐらい登った。割と。うん。エフェクトして録音しておきましょう。ギシギシ。あ、そうだ。フレーム以外全特化でもいいじゃん。フレーム以外。それ可動部分なんでしょうけど。可動部分だと思いますね。良い感じだよ。とうとうチタンが割れてきた。チタン割れられると本当に困る。買い替えだ。画面見た感じだとそんなにハンドル動かしてる感じはしないけど、ね、今ハンドルをあえて動かさないようにはしてます。あんまりタンクが怖いな。わら、あと150タンクだったら修理できます。はーはー、SE 上りが200ぐらいまでだったと思うけど、確か2段階上りでしたよね。ジュディが限界なのかな。まあジュディはもう油もすでにしてるし、次に買うとしたら、まあそこそこなクロスバイクかな。でタイヤちょっと太めにして 1.5 インチぐらいにして、今マウンテンバイクって言ったらもうダウンヒルとかなんかダートのレースって、まあこれダートのレースに出るようなスペックの自転車なんだけどな。12、3年10% か。ヒルクライム滝川峠。ちょっと今のうちに腹減る前にイヤスさんからもらった大福食っとこう。よいしょ。ドロップハンドルは苦手ですか。ドロップハンドル苦手なんですよ。シャカリキって漫画好きですか。シャカリキって漫画は漫画として面白いと思うけど真似したいかどうかは別ですね。超えてるから激坂ですね。激坂。湧き水ないか。湧き水。で。ロボさんは物に対する愛着は希薄そう。愛着なんかいい。希薄ですね。つけてますね。パーツ、あ、そう、自転車どんなんかっていうとこんなんです。休憩タイム。エネルギー充填。夏は暑いですね。フラットバーの湿度とか。頑張れ。島戸城号。大福。そう、なぜか島戸城号。勝手に自分でつけた。ついたの？いや、まだまだ全然。大福、大福。大福持ってるの？大福はイヤスさんから差し入れでいただいたものです。チャンピオン、ああ、ちょっと単行本でしか知らないです。あと私は、シャカリキの最初の方しか見てないと思う。そういえばそんな名前ついてたね。わら、イヤスさんの差し入れ大福、420? ん？ 420? あ、サイズ。パソコンどこにつけてるの？パソコンは腰袋の中です。ウエストバッグ。ひと休み。ああ、うまい。あとどのくらいですか？あと宿まではどのくらいかかるかな。もちもち。腰袋って言い方古くないですか？あと14キロです。尻袋。あ、14キロ。この2段階の上り超えてしまえばもうそんなに上りはなかったですよね。最後にもう1個あったっけ。うん、大福は昨日乗り、あ、今朝いただいたものです。もうすぐですね。平坦で追い風のところはさすがに早かったですね。ここからまた、腰袋にパソコンとか相当重いでしょ。あ、パソコンはですね、600グラムぐらいのパソコンです。今ここまで軽くて、あと、あの USB 端子から前方に、まあ、手前に出てるやつっていうのは他にないんですよね。もしこれが壊れてレッツノートになったら、あの
ウエストバッグの大きさとか向きを考えなきゃいけない。スペック的には魅力なんですけど、レッドノートは厚くなりそうなのと、端子が横から出てるところがちょっと面倒ですね。うん、霧が。これ200メートル登ったら入るんじゃないかな、あなた。そこまでないか。あ、延長。あ。ちょっとウエストのパソコン見せて。600g ルックスユーの G99。これに変わるパソコンは今のところ無いよね。番組説明の最後の URL 先にいろいろ載せてます。ちょっと GoPro です。まずは延長先に済ませるか。夏ゆるたわしに。ツイッターで書いたやつですね。自転車とノートパソコン合わせてパナソニックにすれり、何言ってるかわからない。パナソニックまだ立ち見出てますね。こんなパソコンです。ちっちゃいです。よっと、あれ、延長出ない、延長出ない。早く。でもそれに GoPro の方も心配だな。 Windows 7パソコンに で、メディアケース、600円も出して買ったメディアケース、名刺入れみたいなもんですけど、で、これをよいしょ。あと5分あったな。イオンの、よし、これでまた7時間録画できる。今日はロボさんのペロペロタイムあるの？ペロペロタイム？今ここ来ないね。さあ、メディア交換の時間だ。何枚もスドカードあると中身がわからなくなるよね。何枚もそうなりますね。あぶみあぶみ、いろいろ忙しい。タイマー終了。完璧なシステムだね。で、延長がなんかできない。延長ができないな。あ、聞こえなかったですか。ですあれ、延長動かない。あれ、まだ 6時間じゃないですよね。あ、このサイズもう売ってないんです、これ。この PC。と出ない。どうした、どうした。ちょっと、あ、そうか。私がコメント見なくなるだけか。もしかですよね。ツールサイズ一つとか。フォーマの Wi-Fi というか、まあ、フォーマの契約は月6800円ぐらいなんですけど、最近あのナンバーポータビリティ乗り換えの優遇を使って今月2000円ぐらいになってます。2年間は月2000円ぐらいで済む。あとこの後 GoPro の、 あの音合わせやらなきゃいけないんで、ちょっと早くしないと。延長早く来た。喫茶店のマスター、あの喫茶店の名前なんて言ったっけ。ネットブックではないですね。値段的に6万7万ぐらいしたはずなんで。よし、で GoPro の GoPro にこの時刻見せて、そう、富士通さん、こんにちは。これいいかな、見えたかな。こう、こっちか、やっぱこんな感じか。月2000円安いね。月2000円、そうそう。ただ乗り換えのために2万ぐらい使ったんで、それでトータル6万か7万ぐらいお得になるんだったかな、2年間分で。で、ネットブック、これです。ですね、ガムシャラ、思い出した、ガムシャラ。店の名前、喫茶店の名前、ガムシャラだ。で、そこのマスターから水いただいた、水の差し入れいただいた後に、今度は、足別の方は名前何でしたっけ。足別から車で来ていただいた方に風邪薬届けてもらったんですよね。ルールとか。そうだ、ガムシャラだ。ガムシャラ、ガムシャラ。よかった、思い出した。でも足別の方、足別の方とすか。ネットブックは値段かな。ネットブック値段ですかね。で、音合わせして、時刻見せて、もう忘れてることないか。大丈夫かな。本当音声の方も一旦切った方がやりやすかったんだけどな。
まあ大体わかるか。これですね、音声がキャプチャーで取り込んだ音声ってのはなぜか数時間だと、数時間も経つと10秒ぐらいずれるんですよ。なので柏手で音と映像を合わせないと。指差し確認。バンダナしてます。こっから特に役に立ちますね、バンダナは。一応マイクロソフトの定義あったような。あ、定義、マイクロソフトか。そう、音合わせ。民法音合わせ。時刻も合わせたし、あと音と映像のタイミングを合わせたんですよ。映画のカチンコと同じ意味があります。てか、私は英語のカチン、映画のカチンコの意味を初めて知った。これやり始めてから。結構ずれるんですよね。しかもずれ方が一定じゃない気がする。だから結構動画の中でなんか妙にタイミングが、音のタイミングがずれてるとこありますよ、 YouTube に上げてる動画で。で最後に、でもう冷たいお茶なくなってきたな。そろそろイアスさんからいただいた水に手つけないといけなくなる。あー、でも冷たいお茶ってのは本当うまいな。カチンコ道具、100均とかで売ってるとこありそうなんですけどね。ん、レンジローバー今の。うん、この景色なんか知床峠みたい。北海道のあの一番右上のとこのあの知床半島に知床峠ってのがあって、あそこいつもこんな天気らしいんですよ。あ、水分補給ですね。私が行った時もちょうどこんな感じだった。やたら低いところに雲がかかってて、浪費、まあ、は何だろう。いや、私はなんかお金的なところあまり徹底できてないと思う。あ、オス安く、なるほど。ミルクの国。ちなみにマクオスは新しく買っても3000円くらい。まだまだですね。まだ半分も来てないです。確か90メートルまで一旦登って下った後また登り返しでしたっけ。これが平均 10% の上りで、今標高63メートル。証ですが、風がめちゃ強いです。風が。あ、そうか、淡路島だからだけじゃないのか。今だいたいこの辺り全部風が強いのか。ここは今風吹いてないですけど、また海沿い出たら一体どんなことになるか。そう、私 XP にしたら安定しましたね。うん。ラッキー。でもあんまりこうやって自販機でばっかり買ってるとゴミも出るし、お金もかなりかかってますよね。今日は猛暑日だな。あ、今の音はなんだ、鹿か猿かなんかか。鹿っぽいな、あの音。アイコが登録されました。アップスOK、酷暑日です。 GPS 来ました。了解です。あ、そうそう、確かあの島根か山陰の方にの天気予報に、あの強い太陽のマークが出てた天気予報に。あ、今ムカデが死んでた。あの太陽の色がより赤いアイコンで、太陽の周りのあのこう放射状に伸びてる線が、あのギザギザになってるやつ。フューチャースポット、なんかそう、砂の惑星のスーツ、あの砂漠スーツみたいに。何出てました。強い太陽ってサングラスとかかけてそう。わら、あー、イメージあるな。起きてない。今のとこ気づかない。あ、復活。私のデータ言ってますかね。なんか危険なマークですよね。頑張れ。ゆっくり頑張ります。ああ、XP エンベッド、安い、ライセンス的に安いやつですよね。そう、スランプ。道の、あ、これですね。そうそう。これ完全峠道っぽいですね。もうそろそろ1回目のピークかな。眠くはなってないですけど、口の中ちょっと甘いな。甘いのがだんだん酸っぱくなってくる。今日はホテルに着いたら、着替えて、風呂入ってさっぱりして着替えて、クーラーの効いた部屋で寝てやるか。でも夕食どっかでなんとかしないとな。
本当にあの風呂上がりの状態でクーラーの効いた部屋に入るっていうのが私が人生の重大気持ちいいことのうちの一つというのを昔からホームページでネタとして言ってるんですけどね。お、あれまだ登るな。いい感じ。電波切れてるかな。16時か。涼しい。もうすぐ 100m だな。100m 超えた。あとこれは、あ、なんか落ちた。危ないな。漕ぎ始めづらい。ちょっと電波状況チェック。あ、 FM よりも切れてる。接続。ああ、繋がらんな。あ、来た。ソフトバンク携帯は峠の下まで電波が通じないんだよ。行ってるかな。山抜けるまでダメか。お、来た。来たか。来ましたね。はあ、なんか完全にコメントも聞こえなくなって、もう電波全くダメかなと思ったら。そこちょっと登ってみて。来たね。ここ無理。あれ？もう登ったの？わらわら。いや、まだ。サラダに醤油か。まあ、なくもない。熱中症度、今のところ大丈夫です。汗はかいてるけど。うん。本当にこれ、だらだら汗かき始めると、機材に対しての影響が心配なんですよね。動いてると、ブル。一瞬だけヒッチハイクして。いや、パソコンが、そうですね。軽めなので、ウエストバッグに入れて、ヒップバッグに入れて、配信できてます。あの外部バッテリーも一緒にバッグに入れて、外部バッテリーも PC も 600g ずつぐらいなんで 1.23kg ぐらいですね。今ちょっと道路の反対側に行って自転車を体にもたれかけさせて、で、あの配信状況のチェックしてました。あっち、パンターニみたいに攻めるって、なんかあの口論上で攻めるようなイメージが。パンターニが口を酸っぱくする。今標高110メートル。次のコーナーからダンシング。
ダンシング。今ギアむちゃくちゃ軽くしてるからダンシングはしづらいんですよね。妻に。それはそれで危険だし。キュウリにソース。あんまり。これなんだろう。テザリングではなくて純粋に通信状況、通信を提供するためだけのルーターってやつですね。これさっき通り過ぎてきたところか。あそこから6キロが。マヨネーズ、酢と油ですね。酢と油と塩。うざいか。さっき涼しかったのにな、空気が、風が流れて。淡路島あります、あります。渦潮温泉っていうのが南の方、あの西の方にありましたよ。渡辺徹は仕事の合間にマヨネーズ食べてたらしい。ちょっと待った。バンダナしてるのに汗が垂れてきた。バンダナが額までかぶれてない。上に上がってしまってる。体脂肪率 50% ぐらい。手で測るとすごい高いんですよ。足だとそんなでもないのに。確か手だと 20% 台、足だと 10% 台だったかな。バンダナ。マヨネーズはほとんどが無限バンダナ。意外と高いですね。ランバダ。バンダナの出バンダナ。体脂肪率は結構高いと思いますよ。最近特にしばらく不摂生というか、油断してたから。洗濯機なかったら、まあ風呂場で、部屋についてたら風呂場で、水洗いざっとして、石鹸ちょっとつけて水洗いして、で、できるだけ固く絞った後に、部屋に据え付けてあるバスタオルとかに洗濯物をその絞ったやつを巻き込んでゴシゴシやるとあっという間に乾かせます。あ、止まったのか。またか。FMLE の方かな。これはコメント来てるから。止まってない、電波だ。しょ。ここ登ったらしばらく下りだね。ここ登ったら、でまた登りがあるんですね。 6% か。なんか頻繁に食ってないと死にそうな状態ですね。6% って。二人バンダナ野郎。バンダナがバンダナ。今の心拍数は？今の心拍数。120以上あるのかな。出番だね。180はないですよね。言ってます。立ってなさい。今140ぐらいか、標高が。前は 1000m 級の山1日に2つ越えたりしてする計画とかで走ってたんだけどな。今 1000m ったら1日がかりだな。これでまた秋ぐらいには標高1900m 差の大だるみ峠行こうってんだから、走っとかないとな。大丈夫、負けるっていう定義はないから。そうか、トトロの 6% ってアスリートだな。テレビでやったからですね。アスリート。運命の出会いが雲の中に入ってきた。運命の出会いが大切にします。150ぐらいで一旦下りなのかな。1人がコミュニティに参加しました。崩れたのかな。大雨の影響ですかね。
ツチノコ見つけてきてね。うわあ、曇ってきた。目の前が。あと15分か。次枠取るならまた来るよ。次枠。何にもないな。まだ登ってる。棒読み止まった。棒読みがさっき止まってましたね。映像は行ってんのかな。ガスっている。ガスってますね。この後登り返したらまたこの中に入るのかな。もうちょいでこの辺りがピークか。あの先だ、あそこだ。夏休みはいつ取るの。夏休みは8月中には取りたいです。セクハラ、セクハラは、あ、確かにセミの声しなくなってますね。配信は運命の出会いの支障になるよったらやめるかな。いや、お、トミさんいらっしゃいませ。これがいいのに今そういうなんか身とか蓋がないこと言わない。第一島民来た。でもやっぱり淡路島ってネット回線あるんだ。わらわら。あ、フォーマスになりますよ。早く宿に着いた方がいいね。早く、まあこの辺り特に天気悪そうに見えますけど。ああ涼しい。後ろから風が、この切り通しを風が通ってる。でこの後また登り返しですね。下った後に人住んでました実は。うん、音ゆっくりゆっくり。あー涼しい。ちょっとこの湿り気があって気温が低いところに下りで風を受けてるからこれは涼しい。この涼しい気分を長持ちさせるためにもゆっくり行かないと。また猿だ。ちょっと早い、ちょっと早い。まあね、こんぐらいのスピードだったら大体どこで前輪がいきなり折れて前転したとしても一緒ぐらいかな。あんまりスピードが乗ってるとなんかあの人間おろし金になったり、逆か、人間おろされ金になったり、あとなんかカーブの外側に落ちていったりするかもしれないから。お、お、やばい。やばいやばい。証拠映像を撮ってしまった。やばいやばい。消される。あと今これ映像だけ言ってたりするのかな。コメントが聞こえてないだけだったらうかつなこと言えないと思ってうかつなこと言わないようにしてますけど。ふう、これで標高123。ちょっとこれチェックするかな。カーブの中やばいんで。あ、ここ怖いな。ふう、もうそろそろ予約枠取れなきゃいけないな。
続く。あれ FM エリアは繋がってるってことはコメントが取れてないだけかもしれない。あ、でも上り速度いってないな。これ本当に電波か。現在の状態、あー繋がってない、電波切れてる。よし、この辺りからまたの、お、なんか地図に書いてある立川水線かな、あれ消えた。立川水線橋か、この辺りか。おお、なんか本当に知床峠の時の景色みたい。あとあそこにお稲荷さんがあるな。そして向こうの海の向こうの方に、多分和歌山方面だと思うんですけど、あの工業地帯の白い煙突とか見えてて、なんか変な景色だ。これ思いっきり暗くして、これであとで画像補正かければ見えるかな。なんか不思議な光景になってる。さて電波は、あ、来た、3本出てる。多分今ここも死んでるだろうから、すごい山の中、もうすぐ石神神社みたいな名前の景色、良いところあるかも。あ、FMLは勝手に復活してる。おお、トラック、ああ、今行ってますね。ここで次は太る。で、向こう、あの山のこのとこですね、冷パンは、女子の冷パンが好きかどうかと言われると嫌いじゃないの。建物が立川ドライブイン。あ、これですね、ドライブイン。で、その下の方になんか、あの鳥居がいっぱい見えます。いっぱいじゃないか。鳥居が1個と、あと石道路が並んでるのが見える。あれ、お稲荷さんですかね。で、あの白いところはあそこ、ちらっと海が見えてて、
ちょうどその海の向こう側にあの工業地帯の白い建物やら煙突やらが見えてるんで、妙な景色になってます。写真じゃないとこれ、撮った写真をさらに色補正しないと見えないと思うんですけどね。立川水仙橋、この辺りですね。立川か立川か。あ、じゃあ次役円取りますかね、ここで。うん、じゃあここで、うん、今復活させました。うん、マグナムと呼ばれてます。じゃあここで終わらせて次役取ります。ではまた30分に。それでは。マグナムいただきました。マグナム。マグナムオツ。配信が終了しました。次も予約枠ですか。次も予約枠ですって答え聞こえてないけど、あれまだ終わってるように、終わってないように出てる。お疲れ様です。ダメだ、再利用はできない。早くしないと、早せな。あ、そっか、2つ前の枠から持ってくりゃいいか。ここからまた一登りして、だいたいでかい登りは終わりなのかな。もう一つあるのかな。ようやく、FMLE を残り3分くらいです。あれまだ動いてる。まだ表示されないな。これか、枠が取れたよ。この表面に出てる白い点々は汗か、雨かな、もしかして。いや、降ってないな。いらっしゃいませ。FMLE のアドレスをコピーペースト、番組 ID もコピー、予約オツです、いらっしゃいませ、ペーストです、スタート。また飛ばされるかな、和骨。よし、僕はバイクでこの立川峠で事故しました。事故、で、自動無料延長を温めてオン。自動無料延長を開始します。今日はちょっとうまく動いてないみたいですけど、完全雲の中だな、あっちの方。惜しい。和骨。かなり汗かいてるな。これズボン洗濯しないと、もうそろそろ汗で匂いが。あとの放送中じゃないですけど、動画に対してしか言ってないですけど、グローブがいくら水洗いしたって、一日手につけたりし、あとあの生乾きの状態だと匂いますよね。このグローブの 超強力な抗菌ナスって出ないのかな。ロボ放送に付き合って3年目、淡路島一周良いと思うけど、洲本とか中も回ってほしい。淡路イカ役、いらっしゃいませ。中の方は予定ルートで、和骨いらっしゃいました、ちょっと寝てました。今日はテントも張る予定かしら。中の方は予定ルートではちょっと行く予定です。予定ルートです、かぶったな。よし、スタート。もうこれ FMLE だから行ってますよね。さっきから一歩たりとも動いておりません。よし、さてここからまた切れるかもしれないんですけどね、ここは一時的につながってるだけかもしれない。
お邪魔します。いきなり切れたらすいません。で、自動無料延長にしました。こんにちは。あ、ジェシーさんいらっしゃいませ。まだ長いですか。今標高100ぐらいまで降りてきたんですけどね、次からよっと、よいしょ。この先、あ、そうだ、上りをちょっとあのルートラボの、ルートラボので確認しとこう。まあ自転車に乗ることと、なんていうか自転車に寄って旅行することが目的って感じかな。ややこしいけど、あ、マウンテンバイクです。あ、もやです。海岸に夫婦岩あったのはこの間行ったあそこ、長門、長門。今ここだから、あれ、上りは結構ここで、あれ、この先なんかすぐ終わってませんか、上り。そう、夫婦岩は結構どこでもありますよね。マチャリの音がします。あれ、結構この先でもう上り終わってませんか。で、その後、その後、更新更新、あ、洲本までもう上りないんじゃないですか、これルートラボで見るともうこの後上り終わってますよ、あそこあたりで。青看板は、青看板ですね、青看板ですね。あの行き先の地名とか書いてある青い看板のことですね。よっと、というふうに過剰反応しといて、これもうこの後カーナビ、あの GPS が、ちょっと待ってください、カーブなんで、あの こういうのがついてます、これ GoPro 容量バッチリです。まだ7時間近く残ってるはず。あ、自転車今日中に見てもらうのは厳しいかなと思ってます。自転車屋さんだったらもう6時7時には閉まるんじゃないですかね。まあ空いてたら見てもらおうかな。会社は前、あの北海道でこけ、あの居眠り運転でこけてヘルメットしなくて頭打った時には、あの一瞬記憶喪失になった時に、会社辞めて出て旅行に出てきたんだったか、休み取って出てきたんだか一瞬分からなかったりしました。あの時は自分の会社も覚えてたのかな、自分の名前を覚えてて、家族構成も覚えてて、あ、謎パラ過ぎたと思います。どこだったんだろう、謎パラ。看板とか 見かけなかったですけどね。峠道なんかこの先ですぐ終わって、もう平坦で洲本まで行ってるように見えますよ。いかがですか、でいかがですか、そのあたり。二段階なの、明日のルートだったっけ。つまり外車はあなたにとって必要はなかったと。外車、外車、あ、推薦卿の中、記憶喪失、あの時本当だったんで、初め生まれて初めての記憶喪失だったんでビビりましたよ。これ自分の脳もうやばいのかと思って、まあ実際瞬間的にやばかったんでしょうけどね。会社は置いてきた、これからの戦いについていけそうにない、足手まといだから。私は夜に美味しい水を飲むと頻繁に記憶喪失になりますよ。夜の美味しい水か、放送中に事故ったのか。 VSOP な感じがするな。洲本の自転車は19時30分までです。19時か、あ、じゃあ十分間に合いますね。見てもらおうかな。とりあえずホテルに荷物をチェックインして、荷物を置いて、で自転車さんに預けて、時間かかるようだったらその間で夢しくって、はあ、ふう。で夢はまあ多分配信はもう終わった後に行くと思いますけど。あ、これか。セミはなんか霧が出てるとあんま鳴かない気がしますね、確かに。あ、ちょっと X バンド見てみます。思い出せません。静かに、あの自分の漕ぎ方もなんか変わったのかもしれないですね。あの合わせて漕いでるうちに、ナソラ、あれ、今私は何をしようとしたんだっけ、 iPhone で。あれ、熱中症のため行為から事故で記憶なくすなんて今何しようとしたっけ。今 iPhone 出して何を調べようとしたんだっけ。X バンド、ありがとうございます。やばいな。あ、
本当はちょっとだけ淡路島左上あたりにアメリアがある。自転車がですねギチギチなるんですよ。来てますね物忘れ。いや第19くらいにランクインしました。うこれ淡路立川林ですかね。あ、立川か、立川水仙郷。取った取った。そしたら高速？今日の調子はどうですか？今日の調子はまあまあかな。まあまあそこそこ。あとナゾラーってあのバットマンの日本語版のナゾラーっていうのは英語のリドラーっていうのの日本語訳なんですよね。あれなかなかうまく訳したらなと思いますね。リドル、リドル謎かけ。店閉まっちゃってますね。飛んで。かっこいいフォント。あ、本当だ。いや、今引っ掛けたんじゃないですけど。トイレか。まあ今行かなくても大丈夫かな。確かに珍しいフォントですね。ドライブインはコンビニに潰されました。直線的なところと曲線のところが混じってるな。70年台風だね。70年。でもきっちり残ってますね。立川だったな。昭和の香り。で、右の駅のせいもある。昭和っぽいな。さっきあの、たまらんな。止まってる間にも行ったんですけど、あの知床峠っぽい、すごく。この間から青空と海がちらっと見える感じ。雲すげー。雲が分厚いな。てかこのすぐ近くに雲があるだけで向こう晴れてるんですよね。アーチ型は70年代。あと今かナウナヤングというかカップルの人が今来てたんですけど、この読み上げはっきり聞こえてただろうな。ナウナヤングがとか。よかったあの人たちを冷やかすようなコメント出なくて。まあ多分映らなかったからだな。爆発言われたらやばかった。近くに人がいると声が小さくなるね。うん、小さく、そうですそうです。陸上はなるね。スカイドライブ、勝彦。スカイドライブ、空気。ライトライトつけて偉いね。あ、ライト、あ、今の車か。かっこよすぎて死にそう。警笛鳴らせ。海の見える景色って特別だね。あ、もう少しでも鳴らしとかないと1000円ぐらいしたこのベルの元が取れない。晴れたら、これはこれで結構、うん、あ、本当だ。あー、あるある。汗も、最近ですね、足の小指の間にですね、水泡ができちゃ潰れ、できちゃ潰れだったんで、ちょっとこれやばいかなと思って、皮膚科に行こうと思ったんですよ。てなことを会社の後輩に話をしたら、吉川さん、それはですね、水虫って言うんですよって言われました。水虫症状のことよく知らなかったから。だから最近ちょっと薬つけたりしてましたよ。あんな水ぶくれみたいになったりするんですね。皮がむけるみたいな感じだけかと思ってた。水虫白癬菌保有者となりました。あ、で忘れるところだった。本日開園しています。入り口はドライブイン。入園料大人500円安。こういうとこってもっと高いのかと思った。すごいですよね。朝日テレビ探偵ナイトスクープ紹介。謎のパラダイス。水虫と言うんですよって言われました。あの、諭すように。で、買ったのは結局パウダー式の、なんだっけ、ブテナロックかな？っていう。で、これ本日開園し、ドライブイン。え、さっきのあのドライブインとか入り口ってこと？よくわからん。そう。あの、スポーツやってる後輩なんですけどね。水くれ、あ、確かに全部じゃないらしいですけど、ウェブで調べたら、水ぶくれ型の水虫の症状にほぼ 100% 一致してました。いか、水虫で10位に入った。民族資料館とあれは違うのか。塗布、ああ、なるほど。水虫薬、うん、あの、日ごとにつけてました、最近。パラダイス。そう、水虫。判断。まあ、いっぺんですね。まあ、いっぺん同じような状況に、水ぶくれじゃないんだけどなったときには、薬
白癬菌、つまり水虫だと思うけど白癬菌が顕微鏡で見ても見つからないって言われましたね。病院での診断の結果はどうだったの？あ、結局病院行ってないんですよ、薬だけにして。水虫菌は熱に弱いからろうそくならストイソーです。ろうそくか、誰かに垂らしてもらうのがいいのかな。迷惑。実際調べたら皮膚表面に24時間以上付着した状態で放置すると症状が出るっていうふうに書いてありましたね。23時間59分59秒までは大丈夫なんだけど、今標高130メートル、確かすぐ先で下るんだったと思うけどな。垂らしてもいいですよ。毎日風呂入れってことだな。頭にも気をつけてね。頭、そうなんか頭皮なんとかってのあったな。水虫のこと調べたサイトで、謎パラって卑猥な展示館があるとこなのね。卑猥ならしいですね。どこで映る？そうか、カビキラーで足溶けるんじゃないんだっけ。何回回った時のようなヘリクツ懐かしいな、何回回った時。おいっす、水虫に話が振ってごめんね。あせもの話からでしたっけ。あれ洗っても部屋の床が汚いんでしょ。いやね、あ確かに掃除機はあんまかけてないからな。この辺りで終わりか、終わりか。あと霧が流れててすごいな。実際お願いすればやってくれた人がいるのがまた心苦しいな。爪の奥はまだないな。不潔って聞こえる。不潔。あ、ギキって言ってます。不潔よ。こういう切り通しって終わりっぽいけど。終わりっぽいですよね。はあ、はあ。ロボさん虫好きだからいいんじゃない。え？虫好き、いや。まだ登ってんの？水のやつあんま好きじゃない。